い、どうもバッシュデです。ということでね、今日は4ヶ月ぶりにね、登場してます。ここ4ヶ月間はね、プライベートとかね、仕事の方でちょっとやんなければいけないことがあったので、それを、集中してやってました。で、その間はね、空いた時間にトラックを作ってまして、まあ僕ヒップホップが得意なので、ヒップホップを中心に、そしてレゲエミュージックもね、ダンスホールミュージックに関しては割とね、作れますので、その辺の方をね、突き詰めてやってました。それから、新境地である、僕にとって新境地であるシネマティックミュージックっていうね、ところもね、追求して、やってます。今後もね、そこの辺はやっていこうかなというふうに思ってます。まあシネマティックミュージックっていうのはね、映画館に行って映画を見た時にエンドロールでね、よく聴くような音楽をね、作ってます。まあ、もちろんね、作中にもね、流れるような、こう走って逃げてるシーンとかね、何か追っかけてるシーンとか、スリリングなねシーンとかにも使えそうなね、音楽っていうのもね、今後作っていこうかなというふうに思ってます。はい。で、今日はですね、CR8っていうね、プラグインとコスモスっていうプラグインを以前に Waves でねゲットしたので、でゲットしたよっていうのを Twitter かなんかで言って以来ね、紹介とかはしてなかったので、それを使いながらね、作っていこうかなというふうに思ってます。で、今後はね、こんな感じでDTM 動画っていうのを作っていこうと思うので、僕がねこうやって画面に出てくることが多くなると思いますけれども、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。で、まあ僕の動画はね、解説動画っていうようなことはあんまりしないと思います。まあ結果的に解説っぽくはなると思うけれども、どうしてもね、アーティスト的に動きたいと思ってるんで、まあ曲を作りながらとかね、それに歌を入れてみたとかね、そういったことになっていくのかなというふうに改めて思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今日はですね、これピンマイクつけてるんですけど、初ね、カメラに出すの初めてですね。これシュアーの SM11 というねピンマイクなんですけども、ピンマイクをつけて喋ってます。音声の方いかがでしょうか。はい。で、このピンマイクをねつけてるものがですね、こちらになるんですけども、これ Zoom のね F3 というレコーダーなんですね。はい。で、ずっとねレコーダーは正直探してました。どうしてもね、DTM 動画をやるときは、一緒にね録音してオーディオインターフェースを通してCPU の中に自分の声を入れるっていうスタイルでもまあいいんですけども、やっぱねこう別撮りで撮りたいなってずっと考えていたんですね。で、ずっとソニーの PCM レコーダーとか、タスカムのレコーダーとかいろいろ見てたんですけども、ここのところの半導体不足で全然入手ができなくなってしまったっていうところで、Zoom がね F2 っていうのも出てたんだけど、F2、F3 っていうね、32bit フロート録音できる、機材をね、発売したんですね。で、F2 と F3 で結構迷ったんですけども、大は小を兼ねる的な、意味をね考えて、僕は F3 を買いました。はい。で、 32bit フロート録音っていうのはどういうものかっていう話になってくると思うんだけど、その辺はまたおいおいやっていこうかなというふうに思ってます。はい。簡単に言うと、この 32bit フロート録音っていうのはクリッピング、音割れをね絶対にしないという設計で作られてます。はい。で、例えばね、飛行場とか行って飛行機の飛び立つ音とかを撮っても、音割れをしない。で、あとは実はね、レンジ、これダイナミックレンジが広いからそれが実現してるんですけれども、ダイナミックレンジっていうのは実は人間の耳っていうのは聞き取れる範囲のね、音の範囲っていうのは限界がありまして、それは大きい音よりも小さい音に対しての方が広いんですよね。だから例えば今こうしている間にも、僕の部屋に例えば昆虫がいたとしたら、昆虫は歩いてたり息をしてたりするわけですよね。そういった音がしてるんですよ、この自然界というのは。ただ人間の耳では聞き取れないっていうだけであって、とにかく小さい音の方にダイナミックレンジが広いと言われております。で、この 32bit フロート録音っていうのは、そのような小さい音でもこう拾うことができて、ちょっとその小さい音どこまで拾えるかっていうのは分かりません。その昆虫の足音が本当に拾えるかっていうのはちょっと分からないんだけれども、大げさに言うとそんな感じで、とにかく大きな音に対しても小さな音に対してもダイナミックレンジが広いよっていうようなね、
レコーダーなんですよね。でそれをまあ小さい音ですからね、当然小さな音だと思うんですけど、それをね DAW ですとか動画編集のソフトに、持ってって編集して、まあ、調整した時にその音の解像度がなかなかね崩れない綺麗な音で、調節ができるっていうね、ものです。で録音する時も原因の調整が必要ないです。なので本当に録音ボタンをカチッと押すだけで様々な音がクリアに取れるって言ったようなね、ものですね。その辺はまた今度映像と一緒にねやっていこうと思います。ただ今日はね普通にマイクとして使ってますから、そこまでのねダイナミックレンジの凄さとかっていうのは感じないとは思うんですけどもね。でこの F3 に関しては3月ぐらいにかな、今年のオーディオインターフェース機能としてもね使えるようになったということでアップデートがされましたよね。はい、これをようやくね先日インターネットの方でねゲットすることができまして、はい使ってますっていうことですね。はい、お楽しみにしていてくれればいいなというふうに思ってます。ということで今日はですねDTM 動画の方で先日新しいプラグインゲットしました。もう以前からね発売はされていて、いろんな YouTuber の方がね紹介はしてるんですけども、コスモスっていうのと CR8 というねサンプラの、プラグインをね、使いながら曲を作っていこうと思います。ゆっくりね楽しんでってください。それでは行ってみましょう。チェックだ。久しぶりに喋ってるからうまく喋れてるか分かんないけどお口の体操もしてます。結構疲れる。右に25、左に25やってます。ゆっくりね、舌を口の中で回してね。お口の体操、結構疲れます。行ってみましょう。チェガラー。はい、ではね、行ってみましょう。エブルトンライブの、画面に来てます。はい、で、CR8 というね、プラグインを今広げてるんですけど、これサンプラーなんですよね。で、ここのね青いマークをクリックするとコスモスっていうプラグインが出てきます。でこのコスモスっていうのはまあ言ってみれば、まあ音源の倉庫だよね。自分の持ってる、音源ってあるじゃないですか。それをこのコスモスにまとめてる、まとめてくれてるコスモスが、だから今ここにキーって打ってるんだけど、自分の持っているキーを、コンピューターの中にあるねキーをねまとめてこうやって出してくれてます。はい、なのでこうライブ上でそれもできるんだよね確か。ただコスモスの方がいろいろとね音探しをするときにとっても便利なね風になってます。すごいざっくりで申し訳ないんだけど言い方が、ね、で探し方もねいろいろとこういったねこういうなんかちょっと宇宙っぽい画面になって、こういうところでね探したりもできるんで、なんか非常に曲を作っててなんか楽しいなっていうかね、そういった感じになると思います。はい、でちょっと細かいね使い方とかはCR8 とコスモスをね調べてもらえれば解説の専門の方が解説してるんでそちらを見てください。で今日はねざっくりと、曲作りをしていきたいと思います。はい、今ねキーでなかなかさっきチェックしといたんだけど、こいつをね使って曲を一発作っていこうかなと思います。ちょっと間違えちゃったね、こっちはね。で今コスモスで見つけたいいなと思った音源をこのね CR8 というサンプラーにねドラッグ&ドロップしました。
いい感じだね。これをね、使っていこうかなと思います。でまずね、このユニゾンっていうね、なんか音の響きがこういい感じになるユニゾンっていうのを僕使うことが多いです。ちょっと気だるい感じだね。でちょっとボリューム上げとこうかな。2時ぐらいまでにしといて、はい、いいですね。で僕の場合なんだけど、インストゥルメンツのオーディオエフェクトか、オーディオエフェクトのダイナミックスで、これリミッターってあるんですけど、必ず僕リミッターをね、まずマスターのところに入れます。音割れしないんでね。はい、コマンド S で保存。で DTM やる方絶対知ってると思うけど、こまめなね保存は本当におすすめします。はい、 OK。 でねこれをねドラッグ&ドロップするとコピーされます。これでね2チャンネルなったよっていう感じだね。でチャンネルごとにちょっとね2小節で、これ4小節あるものなんだけどね、区切ってます。でこのねコスモスのいいところのね、もう一つ分かりやすいなっていうのは、レンジとかキーとかがねこう書いてくれてるっていうのは非常にありがたいよね。まあ、全部書いてあるのかな、ちょっと全部見たわけじゃないんで、なんかアップデートナウとかなってる。はい、まあ僕の場合はもう8万近くねこう音があります。これはネイティブインストゥルメンツのねエクスパンションシリーズとか、さまざまな、僕が購入したね音源が、入ってるので、それでもう8万とかになっちゃってますけど、はい、非常にねコスモス便利ですよね。でもう一回 CR8 に戻って、半分つにね区切ろうかなと思ってます。こっちの左側が頭2小節、こっち側の右側が3小節から4小節目っていう風にねしようと思ってます。でこのままだと、両方ともね、今エイブルトンプッシュ使ってんですけど、音階がねこういう風に変えることができます。で、このままだとせっかく分けたねこの2チャンネルは、連動しちゃいますので、このボタンを押しては連動しちゃうので、これを分けていきたいなというふうに思います。なので、1チャンの方はこのままでいいよね。で2チャンネルどうやって分けるかっていうと、2チャンネルにして、このピアノのね、鍵盤のマークをクリックしてもらって、ここでね調節します。で基本は C の3になってて、 C の3を押すとここが C3 ね、ここっていうのはここね、これが基本。まあこれはまあこれは任意でね、いろいろ調整はできるんで、自分の好きなようにやってもらえればと思うんだけど、で今度この2チャンネルの方はここにしよう。2チャンネル目の方はこのね、これが基本のここね、1個飛ばしてここにしようっていう風に決めましたんで、そこにします。ここでいいや。2つなっちゃってるな。ごめん嘘ついた。こっち側もあれだね、1チャンネルの方もならないようにしてあげないといけないんだね。だから1チャンネルの方はこうだね。これで
ここのとこ見てもらうと分かるんだけど、分けることがねできたよね。で分けたんだけど、このままだと音階が変わっちゃうので、このチューンってとこでねピッチを合わせてあげます。はい、マイナス2にしてねピッチを合わせました。はい、いいね。こんな感じでねやっていこう。今日はね、コスモスと CR8 を広げて今音作りをしてますけれども、CR8 の方で1チャンネルと2チャンネル、これ呼び方が1チャンネル2チャンネルっていうか知らないけど、僕が勝手にそういう風に言ってんだけど、まあ1チャンネルと2チャンネルで、まあ、小節数を区切って、その音階のね、変わってしまうところをチューンで調整したよっていうところまでを今日は動画にしたいと思います。なのでこの続きはねまた次回やっていこうかなというふうに思いますので、そちらの方をご覧いただければなというふうに思います。それでは今日のところはこれでおしまい。また会いましょう。バイバイ。ピース。